はい、えー、FTX の破綻に、えー、関連してですね、えー、いろんな暗号通貨関連の事業が撤退することになりそうです。今回も仮想通貨融資の米ブロックファイが経営破綻したということで、こちらも FTX の破綻に連鎖したというニュースになっています、えー。文書はこういうふうに続いてますね。えー、暗号資産。 仮想通貨の貸し付けを手掛ける米ブロックファイが28日、日本の民事再生法に相当する連邦破産11条の適用を申請したと。同社は仮想通貨交換業大手 FTX トレーディングから金銭的な融資支援を受けていたが FTX やその関連会社が11日に破綻したのに伴って経営が立ち行かなくなったと。 FTX 型に連鎖する仮想通貨業界の信用不安は今後も続いていく可能性がある。まあ、続くでしょうね。歌方の信用だったわけですよね。えそしてえ、なんともね、FTX みたいな大手一本足打法の関連企業が多かったってことになります。つまりは、クジラについていく小判ザメという形でクジラが死ぬとみんな一緒に死んでしまうってことになるのかなと思いますよね。記事を続けます。 ブロックファイが東部ニュージャージー州の連邦破産法に申請した裁判所への提出処理によると、総資産と総資産ですね、総債務額は累積 計で10 100億億ドドルルから100億ドルつまり、1390億円から1兆3900億円というね、幅が広すぎんだろうみたいな感じですけども、債権者は10万人以上に及ぶということで、大きな影響を出しそうですよね。この10万人の資産が消えるってことですからね。で、同時に10万人の資産が、まあ、どっかね、幻の世界に行ってしまったってことなんですよ。まあ、現金が、ああ、まあ、10万ドルあったとして、それがレバレッジを効かして100万ドルになっていた。 ということもありますし、暗号通貨、仮想通貨ってのは、こういうふうにね、あのー、やっぱり監督官庁の目が届かないところで、ありえない金額を膨らませるってこともできたわけなんですよ。まあそこに参入する意義があったと思いますけども、最後に多くの方が馬場を引いたって形になります。この FTX の破綻劇の中でも、億万長者になった方ってのはやっぱりいるわけなんで、事故の裏で符号が生まれる。まさにそういった形を取っているのかなと思いますよね。記事に戻ります。大手債権者リストによると、 FTX 参加の米国事業を手掛ける会社がブロックファイに対し2億7500万ドルの貸し付けを行っており、第2位の債権者となっている。えー、そして主位は新宅会社アンクラトラストカンパニーで7億ドル以上の債権を保有する。まあ、これも取りッぱぐれでしょうね。米、証券取引委員会 SEC に対する未払いの和解金3000万ドルもあった。その他の大口債権者の 多くは貸し付けサービスの顧客が占めたということでこれほとんど返ってこないですよ貸し付けて利回りを得ようと思ったまあ、暗号通貨を貸して儲けるみたいなねそんなセールス文書もありますけども彼は戻ってこないってことなんですようんまあその他にいろいろと暗いニュースばかりが続きます でここをくぐり抜けて踏ん張った人っていうのが新たなステージでまた億万長者になる可能性を手にするわけなんですけどもただねくぐり抜けたからといってその道が必ずしも広げているってわけじゃなくてくぐり抜けた結果さらに大きな火事に出会うってこともあり得るのがこの業界ですからね皆さん自己責任で用心深く進めていきましょうつまり投資は余剰資金でってことでございます